はい、よしやるか、ノルド高原攻略開始。テンションめっちゃ上がるもうノルド高原に行っただけでこんなテンション上がってる実況者って俺しか いないんじゃないのっていうぐらいテンション上がってるわ。楽しい よし、じゃあリンク行きます。3月18日、バルフレーム級、旧最小執務室。いやー、クロウがいる最高。おー、レーグニッツ、臨時代表。諸君、今日は一日ご苦労だった。事後処理の手伝い、本当に助かったよ。いえ、さすがに状況が状況ですから。クーデター勢力の存在が分かった以上、放置するわけにもいきませんし。でも今日一日でだいぶ片付いた感じかな。ああ、帝都に潜伏していた者たちのほとんどを逮捕できた。へえ、エリゼ君と殿下の協力で女学院方面にあった怪しい軍関係者の情報も一通り洗い出せてね。さすが有能だ。まだ全員とはいかないが時間の問題だろう。ふん、少しでもお役に立てたならよかったです。身内にクーデター犯がいた生徒などは、まあそれはショックだな。さすがにショックを受けた様子でしたが、無理もないだろうな。しかしクーデターとはな、まさに今クロスベルが大変って時に。いや、向こうに現れた黒の英士って連中と密会していたっつうことは、ああ、二つの事件は連動していたということだろう。あの停戦と軍縮路線への不満が一部でくすぶっていることは分かっていた。そうだね。てかあれは結局さ、帝国の呪いとは関係なく、まあ帝国人の誇りっていうか、まあ、そういう意地プライドみたいな感じで呪いが解けた後も、まあこの戦争の停戦とかさで自分の国の戦力をなんか削減したりするのにも納得いかねえっていう、まあ、奴らがくすぶっていたってことだよね。だが結局後手に回ってしまったのは何とも不甲斐ない限りだな。うん、はん、結果としちゃ良かったんじゃねえのかよ。うまいこと軍内部に溜まってた海を出せたみてえだしな言い方。そうだな、おかげで当面は帝都も落ち着くでしょう。ということで乗るとか、情報が手に入ったことで倒産や減衰閣下も本格的に動き始められるみたいですし、暫定主犯たるあなたは前を向きなすべきことをなされるべきだろう。きっと今クロスベルでご子息がそうしているように。もうユーシスの口からもマキアスのことに対してご子息ってね。いや、千話の頃が懐かしいぜ。もう一回やり直そうかな、最高難易度で放送でもしながら見る。ええ、おっしゃる通りです。うん、王子殿下夫妻やクロスベルの問題も残っている。今は振り返っている暇はないでしょう。まあクーデターの件は一旦落ち着きそうにしてもだ、俺たちは俺たちでもう一つのでかい問題に向き合う必要がありそうだな。ルーファス・アルバレイア。そうだな、ルーファス・アルバレア元総督、いえ新総統でしたか。今まさにクロスベルを占領しているはずの彼がどうして帝都に。まだ気づいてないんだもんね、リーン君たちは、あれが偽物だって。彼については一旦調査を頼んでくれたんだよな。うん、僕らの事後処理の間にね、多分そろそろクリアかな。遅くなりました皆さんやはりだ。お久しぶりクリアさん。ええ、国境付近の監視部隊によってようやく確認が取れました。ふむふむ、帝都に C が現れた時刻、新総統がクロスベルを離れた事実はないそうです。ということはやはりルーファスさんが同時に二人存在しているのは間違いないということか。そんなことがもうほんまやね。バカなと言いたいところだが、あのえげつねえテレンテダテありえねえがつりつまは合いそうだな。うん、わざわざ C として現れ僕らを帝都に来るしかないように誘導して、クーデターへの対処を押し付けた上に黒の英氏から何かの情報まで手に入れていたみたいだもんね。
利用できるものは利用する、いかにも兄上らしいやり方だ。どちらかが偽物ということなんでしょうか。状況的には、うん、新総統の方がその可能性は高そうですが。分かってるじゃないか。いいえ、さすがに甘いかもしれませんね。え、どういうこと。ああ、その考えがってことね。いや、俺も同じ考えです。ずっと違和感は感じていました。ユーシスのあの時の拳は確かに彼に届いていたはずですから。うん。だといいかな。一緒にいた3人については何か追加情報はなかったのか。うん。子供、爽やか3組。ええ、そちらについてはまだ調査になりますね。うん。ガキのくせにやたら強かったみてえだが。ちなみに情報局のデータベースには該当者はいませんでした。特定は難航しそうかな。裏社会の人間なのは間違いなさそうだけど。最後に現れた飛行艇も含めてミラで雇われたっぽい雰囲気だったが、だからナインバリのロゴを見えてたならばリン君たちは気づきそうだけどね。あの飛行艇自体は。うん。ユーシス7組の諸君。あ、まさか。私の敗因は何だったと思う。なるほどね。今全てを理解した。あの4人組でいる理由が人に絆に頼らなかったからでしょう。そうね。兄上がどういうつもりかはまだわからないが、今はもたらされた情報を最大限利用させてもらうだけだろう。カレイジャス2の行方を知りたければノルド高原に行くといい。よし、一旦リン君が向かうそうだが、彼の言葉を信じても大丈夫なのかね。彼は彼で新総統を何とかしようと動いているのは確かみたいでした。あえて乗ることでクロスベルの事件にも何らかの形で関われるかもしれない。もちろん目論見はあるでしょうが、できることは何でもやっておきたいんです。うん、兄様。てんてんてん。俺たちはもう少しテートに残るつもりだ。あー、別行動か。クーデターの事後処理が完全に終わるまではテートを離れない方がいいだろう。ま、面倒だが手伝ってやるよ。ユーシス君とアッシュはあれか、離脱か。とりあえず歓楽街やギルド方面の情報網も当たれそうだしな。ちょうど今ノルドではガイウスが調査してくれてるんだよね。東部にいた7組メンバーも何人か集まれそうだし、リーンのことは任せても大丈夫そうかな。ああ、エリオットたちもいないか。はい、分校で待機していたミュゼさんも合流してくれることになりましたし。おお。状況が状況ですし、それでも心配ではありますが。ならば我々も同行しよう。嘘やろマジか。はじゃ検証さん、おお、バンダールブラザーズ、あん、クルト、それに。お疲れ様です、教官。アルティナにアッシュ、皆さんも。うん。ミラーバンダール中佐。話は聞いている。どうやら有力な情報を得たようだな。ナスさん来た。西部で調査をしている父に代わり、我々がノルドへの随伴を引き受けよう。使えるミラー、使えない？及ばずながらよろしく頼む。いや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 、それ SC のね、ヨシアとカッパー、ヨシアとあれジョゼットのあの戦いの時のミラーさんは超強かったよ。てあの BGM も良かったしね。あー、使えねえかな。3月19日、俺の誕生日まであと6日。関係ねえけどな。なんかあるかな、その日。このゲームで。翌朝、リーブスから予定通りミュゼが到着、合流し、クレア少佐が手配してくれた貨物列車にて、ノルド方面への出発時刻を待つのだった。道中、TMP の専用列車への乗り継ぎも手配してもらった。なんとか昼頃には、前段網に到着できるだろう。
すぐにでも調査を始められそうですね。え、まさかこの4人で行くの？あ、クロイないの？それはちょっと残念。アルティナにエリゼ、殿下も見送りありがとうございます。申し訳ありませんでした。急に来て、世話しなくしてしまって。いいえ、むしろクルトさんたちの顔が見られてよかったです。今回のお兄様の行方不明、中佐も心を痛めてらっしゃるはずですし、まあ、ミラーはね、でも心配はしないでしょ、きっと。ミラーだから。うん、オリバルトのことだし、オリビエか、のことだし。俺の中ではオリバルトよりオリビエの方が、やっぱりね、印象強いんだよね。あの、空からあれ追ってきた勢としては。王女殿下のお気持ちには比べるべくもないでしょう。一刻も早く吉報をお伝えできるよう、全身全霊を尽くさせていただきます。はい、お待ちしています、中佐。水もどうかよろしくお願いね。はい、後のことはお任せください。お二人の分も共感をしっかり伝えます。もう違う意味でもありそうだけど、水の場合は。あ、もちろん講師はわきまえますので、どうかご心配なく。ふぅ、あなたって子は。お、ボイス。めっちゃ心配そうだね。二人ともどうしたんだ。水に来ると、中佐まで来てくれた。そこまで心配する必要は。いえ、そちらではありません。どちら？アッシュさんにミリアムさんたちも、昨日はあえて口にはしませんでしたが、教官、また自分だけ無理をしようとしていませんか？まあでも一応ちゃんとね、クルトとね、ミゼっていうストッパーがいるから、ちゃんと多分地下道でのあの言葉のせいで、ああ、責任を取れ的なやつね。灰色の騎士、貴様は裏切り者だ。貴様に憧れて軍に入った者も数多くいる。なのに貴様は終戦に加担し、我ら帝国軍人の宿願を踏みにじった。先に散った仲間たちの無念も、残った我々の悔しさも、貴様に計り知れるものではない。英雄としての責任、何が何でも取ってもらうぞ。このモブ声優いいね、すごい気合い入ってる。改めて思い知らされたのはあるかな。あの対戦はまだ終わっていない。ああ、終われない人たちがいるってこと。終われないか。教官ですが、それは兄様のせいでは。分かってる。だけど目を背けるわけにはいかない。彼らにきちんと向き合って、ようやく俺もあの対戦から一歩踏み出せる、そんな気がするんだ。リーンさん、帝国軍人としても向き合っていかなくてはならない話だな。僕らも教官だけに背負わせるつもりはありませんだろう、アルジナ、ミュゼも。言わずもがなです、うん、はい、七組の仲間としてあくまで教官を支えます。そうですね、道中お気をつけて。ふう、兄様ならばきっと答えを見つけられると信じてます。ありがとう、どうか見ていてくれ。出発。いやー、ノルド高原か、戦通以来だな。あれ、戦通以来だよね。いやー、ガイウス、またイケメンになってそうだな。エレボニアン・エンパイア、ザ・ノリティア・マインレイン、ルーレ。さあ、ゼンダーモンへ到着。ノルド・ハイランド。リーンたちは列車を乗り継いで、予定通り、昼頃にノルド高原に到着し、ゼンダーモンで待っていた仲間たちと無事合流するのだった。誰がいんの、ガイウスの他に。リーンルート3、あわかれし早急。ポッと来たわね。おお、サラ。長旅お疲れ様でした。エマ、サラエマ、お久しぶり。エマ、サラ教官も先に到着していたみたいだな。はい、一つ
つ前の列車で一緒になりまして、今回の巨乳枠ですね。君たちも無事に到着して何よりだわ。中佐も、うん、お疲れ様です。ああ、君たちも来てくれて感謝する。エマ・ミルスティン、早見沙織、サラ・バレスタイン、豊口恵。うん、テントでのクーデター未遂の件はクレア少佐からの連絡で聞きました。リンさん、本当に大変でしたね。俺の方は大したことないさ。来てくれてありがとう、エマ、サラ教官も。そのありがとな、顔を見られてなんだかほっとしたよ。それでリンさんが安らぐならどこへだって駆けつけます。はあ、かわいい。あれ、なんか前と違うペンダントつけてるの、首の。いざとなれば一緒かな。移動手段には事欠きませんし。忘れないでくださいね。何があってもそばにいますから。いや、もうこれ告白でしょ、もうこれ。ああ、ありがとな。しかし、聞いた時は耳を疑ったけど、ルーファス講師が二人いたなんてね。どういうからくりなんだろう。今回の手がかりは C に扮していた方からだそうだけど、警戒の必要がありそうですね。ああ、正直何が起きてもおかしくはあるまい。ミルディーヌ工場、エマ君に四殿殿も改めて助力をお願いする。もちろんです、そのために駆けつけたんですから。そういえばガイウスは、すでに先行して高原の調査を始めてくださっているみたいですね。兵士の方から伝言を受けました。後で集落で落ち合おうだそうです。そうか、こちらも責任者に挨拶したらすぐ出発しよう。確か兄上とは面識がある方なんですよね。お、新キャラか。この言い方するってことはゼクスじゃないよね。あれ、今もゼクスここ守ってんの。ダルトン23師団、そんなの今。終戦後第7から正式に全団門を引き継いで以来になるか。そっか、去年まではこちらに第7機構師団が駐屯していたのよね。23、あの対戦で新兵が増えたことで新設再編された師団の一つだったかしら。ダルトン、どっかで来たことあるな。ああ、現在軍の再編が進んでいる関係で一時的に召喚クラスが不在になっているが、なっているかでね。そんな中、大佐が師団長代理としてしっかり部隊をまとめ上げておられるようだ。調査に協力的だと助かりますが、大佐にはすでに連絡してやる。とにかく行ってみるとしよう。よし。お、無理だけはしないのよ。もういろんなところで釘刺されますね。教官だって強くあり続けなくたっていい。君がそうしてくれたように私も君を受け止めてあげるから、なんてね。あー、かわいいこの顔。スクショ、はい、余裕。スクショ余裕しさ、あ、もうどもるぐらい、もうスクショ撮りたかった今。あ、やっぱり教官にはかないませんね。ありがとうございます。少し気が楽になりました。ん、あ、このんってかわいい。サラーは今いくつだ、この時点で27ぐらい。ダルトンさん、過去作にも出てきたとは思うんだけど。待っていたよ、トールズ7組諸君、ゼンダーモンへようこそ。わ、顔はすごい、なんかモブっぽいのに。ちゃんとボイスついてる。第23機構師団、師団長代理のダルトンだ。いい声だね。ご無沙汰しております、ダルトン大佐。うむ、久しぶりだな、ミラー中佐。それに灰色の騎士リーン・シュバルツァー君は初めましてだ。中佐の弟も含めていろいろと噂は聞いている。ろくな出迎えもできんが歓迎させてもらうよ。恐縮です。自分たちはあくまで士官学院の関係者にすぎませんが、自分は特に未熟者ですし、どうか普通に接していただければ。はは、謙虚なことだな。結構結構。軍の大佐さんにしてはフランクな人みたいね。師団長代理を任されている以上、有能な方なのは間違いないでしょうが。いやー、どっかで聞いたな、ダルトン。どこだったっけ。
中佐も戦後の第七の活躍ぶりはノルドの血まで届いているよ。王子殿下の主導で各地の復興活動に奔走していたとか、守護職にも正式に復帰できたようだし、いやはやさすがは第七のエース。うん、すまない、嫌味のつもりではなかったのだが。いえ、実際不徳の致すところでしょう。ですが責務は必ず果たしてみせます、バンダールの名にかけて。はい、自分も同じ気持ちです。早速ですが、ノルドの今の状況についてお聞かせ願えませんか。うん、王子殿下の手がかりの件か。君たちはそれを追ってはるばる来たということだが、もしかしてすでに何か気になることが。いや、逆だよ。この一帯は終戦後平穏そのものでね。対戦で戦地の一つにはなったものの、事後処理も一通りは落ち着いている。正直言って手がかりがと、うん、違う、手がかりと言われても全く寝耳に水といったところなのだよ。そうなんですか。まあ、いきなり得られた情報だし仕方ないかもしれないわね。うん、監視塔方面の任務もあって、こちらではほとんど手をつけられていなくてね。その意味ではノルド集落の者たちの方が有力な手がかりを持っているかもしれないな。あれ、そういえばどうなったんだろう、あのガイウスの弟とさ、あのゼンダーモンの、店にいた娘さんとの関係は進んだのかな。なるほど、確かに現地民の方が可能性は高いかもしれません。すでにガイウスが先行してくれているし、まずは合流を目指してみるか。王子殿下夫妻の安否に関わる以上、我々も準備ができ次第調査に乗り出すつもりだ。監視塔方面の部隊にも事情を説明してあるから、そちらを訪ねてみてもいいだろう。寄り道か。とにかく何か判明したら連絡してくれ。だめ、必要なら応援も派遣できるだろうからね。助かります大佐、その時はぜひお力を貸していただければ。それでは早速調査を始めさせていただきます。よし、調査開始。まずはマラソンかな、ゼンダーモンとか。そのまま外に放り出されちゃうかな。おーおー、 BGM 新しい。帰ってきたぜノルド。あー、これもまだあるね。あれ、あの岩ちょっとちっちゃくなった。ノルドハイランド。これがノルドの高原ですか。話には聞いていましたが、なんて広大な。あ、これまたいい曲だな。そうか、君たちは来るのは初めてだったわね。実は密かに楽しみにしていました。言葉にするのがもったいないというか、ユーナさんたちにも見せたかったですね。うん、そうだな。できれば平時に来たかったが。学生時代の演習や内戦中に訪れたのを思い出しますね。うん、本当にね、懐かしいわ。かつてロランも挙兵時、ドライケルステイと共にここにいたんですよね。ロラン・バンダール。俺やおじ上が勤めたことも含めて、いろいろと縁を感じる場所ではあるな。確かに。おお、馬乗ってる。あ、別なの？あー、パーティーメンバーじゃないのか。俺はこのまま監視塔方面へ情報収集に向かおうと思う。君たちは予定通り集落に向かい、ガイウス君と合流するがいい。わかりました。ですが、兄上、本当に一人で向かわれるんですか？せめて僕が一緒に。頼もしくなったな。だが心配は無用だ。軍の施設ならむしろ俺一人の方が動きやすいだろう。大丈夫？なんか後で危険な目に遭わない？何かあればアークス2で連絡する。それではまた後でな。はいよ、シルバー。兄上、そういえばはいよシルバーでなんでシルバーっていうの。後でググってみるか。王子殿下の行方不明、守護職として当然思うところはあるでしょうね。列車でも少し話していたが。あ、回想か。新婚旅行への同行はオリビエの方から遠慮されてな。ああ、どうも俺に終戦後の休暇をくれてやるつもりだったらしいな。一緒にいればこんなことにはとか思ってんのかな。似合わぬ気遣いをするからだアホめ。ちゃんとミラなりにオリバルトのことをあれだね、案じてるね。兄上、
ま、彼についてはそこまで心配することもないでしょう。ナイトハルタと中佐と肩を並べる帝国軍でも指折りのエース。こういう敵に空回るタイプじゃないのは君が一番分かってるんじゃない？そうですね。兄はあくまでなすべきことをなそうとしているだけだと思います。だったら僕たちも核あるだけでしょう。ああ、それでいい。早速行動を開始しよう。イエーイ、馬ゲット。後ろ乗ってんのお前かい約束じゃん。集落はちょうど以前俺たちが学生時代に訪れた地点にあるそうだ。ああ、移動しないんだね、今回は。このまま北上していけばすぐに到着できるだろう。ガイウスさんも待っていますし、早速向かってみましょうか。馬、ノルト高原では L2 プラスバツで馬に乗ることができる。まるで馬から降りることができ、馬の近くで四角で乗馬設定を変更することができる。魔獣との戦闘は接触、もしくは近づいてバツ。まあ、これ多分 PS5 でやってるから、これ丸とバツ逆なんですよ、これ。きっと。まあ、いつもと同じ。おう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 。まず人物像だな。エマ。エマ・ミルスティン、旧7組メンバー、魔女の眷属。隠れ里に住まう魔女の眷属の一人。黄昏で異常をきたした帝国各地の地脈を確認しては沈めて回っている。うん。サラ・バレスタイン、旧7組メンバー、遊撃士協会。旧7組の元教官にして自然の名で知られる A 級遊撃士。ノーザンブリアの出身で、かつては北の両兵に所属していた。あとは、ミュラー・バンダール、第7機構士団バンダール家。クルトの腹違いの兄バンダール家が皇族守護職に復帰したため、公私ともに再び親友であるオリバルト王子のお目付け役に。これ通りか。いやー、馬だー、馬だーおー、いいっすね。これまた、あ、またヒヒンって言うんだね。おお、いいね。ちょっと全員の堂々を聞かせて。どうどうこれ馬って入れ替えられるのかな。ちょっと一回降りてで、あー、できるわ。まあできるけど、まあ、デフォルトのままでいいか。1周目は2周目にね、もうなんか見た目とかもう全部好き放題にやらせてもらう OK。 あ、待って、あ、そっか。ちょっとロイド君悪いけど、あれを返してくれ。月鏡。月経を返してくれ。オッケー。で、これは装備。どう？広い広すぎる、ノルドン。もうこの魔獣とかもう全部、もう全部あれだ。根こそぎぶっ倒すわ、これ。一掃してやる。で、ゼンダーモン自体は、あ、待って、ちょっと見たい。変わってないか。変わってないね。僕の番だな。スイッ。行きます。そこで。うん、これも変わってないね。サラ。おお、おお。躍動感あふれるお二人。いいね。サラもこれすげえだ。これ先入ってんじゃねえのこれ。いいなぁ。任せなさい。これも変わんないか。これ珍しいよね、こいつのサラのアサルトって珍しいパターンだよね、これ。ほーん、 OK。 じゃあ隊列、どうしようかな。とりあえずリン君前でしょ。で、男は右だから、ね、サラを置いときたい。サラ入れて、ちょっとこうさせていただきますか。とりあえずクルトにして、あれ、あ、そっか、こんな感じで、で、こう結ぶ。とりあえず最初はこれで様子を見ましょう。装備も整えなきゃいけないから、適当にという。はい、私の番ね。行くぞ。で、あとはゼンダーモンに入れるのかな。
ああ、入れない。マラソンはできないか。前段門に戻る必要はなさそうだな。ノルドの集落に向かうとしよう。了解。よし、やるか。ノルド高原攻略開始。テンションめっちゃ上がるもうノルド高原に行っただけでこんなテンション上がってる実況者って俺しか いないんじゃないのっていうぐらいテンション上がってるわ。楽しいよろしくお願いします。さーて、やっていくかね。すごいな。どこまでも広大で、まるで緑の大海原のよう。いえ、もはや言葉では言い表せませんね。うん俺たちが最初に来た頃を思い出すな本当に今は魔獣も少ないみたいです。え、何言ってんの。ちょうど師団で相当したばかりだそうよ。今のうちに駆け抜けちゃいましょう。え、相当してこんなにいんの嘘でしょもうマインスイーパーの上級レベルみたいになってるけど。はや、じゃあセーブ入れるか。セーブを入れましょう。